ロクさんやと思って僕ナンバー見とったら、あロクさんや思って、なんか田中坊がなんか騒いでるから、そう、はい、じゃあもうタケ開けてください、開けてください、はい、じゃあ宝塚のたこ焼き、あか宝塚の、おお、宝塚のこういうことやったんですね、明石焼き対たこ焼き対決です、はい、これはバーサス、おダッシュ、それダッシュですね、ダッシュですね、はい、すごく分かったんですけど、うん、軽いですやっぱり、たこ焼きの方が重たいです、ほんまに、うん、あでもまあ、あ、ね、7個入ってるからかな、はい、じゃあ、ロクさんここに、はい、はい、はい、じゃあいただきます、はい、いただいてください、明石焼きはここにダッシュ入れるんです、はい、僕入れます、いいですか、はい、はい、明石焼き、明石焼き好きやね俺、あな、あのあれですね、なんかでも結構たこ焼き好きですよね、たこ焼き好きやで、くちゃくちゃくるけどな、くちゃらやで、俺くちゃら言うとくで、あんなアムアム言っとるじゃん、アムアムとかな、くちゃくちゃな、もうな食べるからな、俺な、はい、もう言うたもん勝ちですね、これはもう明石焼きです、はい、明石焼きは箸、はい、いただきます、これは言う、言う、ん、何、え、もうくちゃくちゃ言うって、もういい、あ、公言してますもんね、だって言うもんあんな、多分、うん、俺めちゃめちゃ味覚すごいやん、味うるさいやん、うん、舌に乗せて食べるからと思って、いただきます、これ空気をちょっとつけて、こう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 、舌に乗せて、めっちゃアムアム、あの、舌に染み込ませんね、うん、味を、味味、だから分かる、うん、人の倍味を感じたい、愛を、愛を感じたい。どない、ね、どないな。美味しいです。美味しい、うん。じゃあ俺もいただきます。徳さん、箸ちょい大丈夫ですか。大丈夫ですよ。コロナ。大丈夫です。大丈夫。はい、大丈夫です。なんか心配してるんですよ、一応ね。そうそう、うん。明石焼き美味しい、食べ。いただきます。うん、食べ食べ。そうですか。じゃあ僕たこ焼きいただきます。うん。あ、揚げてあるんだこれ。これね。カラッカラですよこれ。うん。揚げてるよ、うん、これ、はい、たこ焼きです、これたこ焼き、たこ焼き、あ、食べてよ、うん、おいしい、おいしい、たこ焼きおいしい、うん、たこ焼きやっぱりあの時間かかっとったな、うん、熱い、明石すぐでしたねね、あったあったんすか、あれおいしい、あ、明石のたこが出てきました、うん、いや、たこおいしい、たこがおいしいわ、たこ焼き嫌いで、もう、うん、関西のたこ焼き屋で、うん、どこが美味しいか、どこが安いかとか知ってるんですか、なあ、安いばっかりで知ってますね、安いばっかり、あ、そうなんだラムしかないですけどラムか大黒天のパクパクさんで、ね、ラムの100円のたこ焼きね、うん、あれしかない、たこ焼きいただきます、うん、あんまあんましてますね、いやでもあれ食ってます、あ、我慢してね、くちゃくちゃ吸わへんかったらやけどしてますねこれ美味しいわ、揚げた、あこ熱い、でもたこ焼きって熱いから美味しいんで、そうですか、あ、まあ確かに、全然美味しくない、そうですね、そうですか、確かにたこ焼きほど冷めてたら食べられもないで、うん、うん、あ、美味しい、ちょっと自販機だね、塩かけたらそうですね、飲み物ないですもんね、かけきますパチらせるんですか、僕が、あかんぞ僕がかけああ、中さん言ってくれるすいません、かけます、全部食べとこ、これ怒られるでね、僕ら怒られるやつですね、もうこれあのよく言う、怒らせてジュースも買いに行かせるあの、ほんまに叩かれるやつです、これはおいって言ってんじゃなすいません、ここに今空になったあのナッカさんの、はい、ナッカさんが いなくなった椅子がぽつりと不在ナッカです、コンポナッカ不在です、たこ焼きがあります、これあれですよね、映ってるんでしたよね、画面が消えても映ってるんですよね、映、うん、っとる、ここは光っとったらね、うん、チカンチカンしとったら、ふぅ、もうあれですか、うん、あ のんびりは長居はそれこそロクさんも無用なんですか、今日からと今日大丈夫でしょ大丈夫、うん、ロクさんだって本気出しますもんね、何の本気ですか、うん、うーんやめなさいやめなさい、こっかもだけうーんとね、うーんって帰ります、お帰りなさい、ウォーター買ってきました、 ありがとうございます、サントリーの、サントリーのテネシー、あれですか、見て大勢本物買ってきてくれたんですね、鳥取大山、奥大山、奥大山、
奥大山で買ってきました。この間運びました。奥大山で買ってきました。はい、ちょっと俺もう一杯作るんですか。牛串買ってくる。晩飯だ。ね、もうほんまに ここであれですね。多分寝るんちゃいます。うん、多分ね、ここで時間取ろうか。はい。ね、美味しい、たこ焼きも美味しいです。おどっか出ますね。ね、来るまで開けるのはね、待ちましょうかね。はい、僕でも食べてますよ。食べてくださいよ。持ちましょうか。大丈夫です。いいですか。いいですか。はい。うん。なんかいい天気ですよね。仕事しとるって気分じゃねえな。なんか悲しそうに帰ってきた。あ、ちゃうんか。買ったんか。売り切れた。今焼いてもらってます。うん。300円。え300円いや、ちゃいますよ。3分ぐらい3分。やっぱりね、うん、宝塚のジャンクフードお店を盛り上げるために牛串買いました。1500円。うわははははすまん。もう行ってもらった挙句、宝塚を盛り上げたいやから。盛り上げたい。あ、言うとけ。宝塚を勝手に盛り上げたいやから。あ、勝手にね。俺らな。いや、あんまりそんな別に俺はやってるからね。1円誰もくれへんで。なんかさ、あれで昔な、俺ブログでな、はい、ブログで大金持ちなるって決めて、うん、もう十何年前で、うん、ブログで絶対もう大金持ちなったんねんと思って、うん、毎日やっとったけど、うん、1日1円もいかなかった。あ、ブログがね。ブログで。でも何年前だろう、もう20年ぐらい前からやっとったけど、ブログは10年前ぐらいかな。1日10円とか入るようになって、もうそれでも、うん、やった10円やと思って、ほんで10円入るよって喜んどったら、10円やろちょっとバカにされたとこあってけど、10円誰も来れへんで。今は今ブログはもう今もう全然ない。もうあれ閉まってますよね、あのブログ。いや、でも俺、ね、いや、僕見るんですよ、たまに寄り道も今どんどんやってるで。またやってます。うん、ここ最近嘘1回ぐらい連続で上げた。いや、ほんまに3記事上げて上げて。俺見てないわ。そうなん。あ、だってつい最近でしょ。結構最近まで見てたんですよ、僕。また復活してるから。そうですか。見て。やっと。やっぱああいうのした方がいいんですかね。いや、もうなんかあんま趣味っていうか。趣味ですよね。です。ありがとうございます。天然水、南アルプスの天然水。いただきます。イサムさんの天然水じゃないですか。いただきます。イサムさんの天然水美味しかった。イサムチャンネルさん出すわけや。うん、あれもどっか待ち合わせからも。イサムチャンネルさん、うん、イサムチャンネル誰。いいですね、今の。誰。イサムチャンネルさん。あ、トラック飯よ、イサムチャンネル。チャーハン。そうか。忙しいです。どうなんですか、もう。いや、仕事せんでいいだろう、これ。ねえ、お帰りなさい。お帰りなさい。神戸牛の牛串、はい、1本1500円。1本1500円ですね。いや、その手で。あ、めっちゃ匂いがします。ほんまに1本1500円やって。え？もう1本1500円。え？あ、びっくりした。そうなんすか。開けます。はい、あれ？僕3本やも取った。1本1500円の牛串。ちょっと映してください。あっち。じゃん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 。いい匂いしてますけど。どうですか。どうですか。神戸牛。おお。美味しい。いや、人並みのあれでしたね。美味しい。高い肉ほど脂っぽいやん。うん。食べてみ。あ、今たこ焼きが。なんやそれ。今300件落ちましたね。2、3。3秒。あ。おはやくちゃんのことご興味ません。いっちゃってください。もう食べていいですか。はい。いっちゃってください。めっちゃめちゃ美味しい。めっちゃめちゃ美味しい。なんか上品な食べ方ですね。あむあむ。どっち見とるだろう。今日は絶対くちゃくちゃ言わさっとくわ、うん、でもさっきもちょっとくちゃって言ってました。1くちゃ聞こえました。2くちゃぐらい。じゃあほな、もうこれはくちゃくちゃ言わさっとくわ、はい、どうぞ。どうですか。1500円ってこんなに簡単になくなるもんですか。すごいびっくり。まあ1500円。まあ美味しゅうございました。おお、美味しゅうでした。いや、美味しかった。もう美味しかった。整いました。整いました。それあれ他社通話。そうそうそう。
明石焼きのこのだしをつけて食べるのが好き。だしをつけてね、うん、お昼ご飯食べてきてませんね、そういえば多分、うん、食べました。瀬戸野菜ラーメン食べた。食べたんめっちゃ美味しかったね。わちゃわちゃされとったからもう食べれてんのか。また瀬戸の野菜ラーメンめっちゃ美味しかったね。うん、まあの下りというか俺らからしたら上り、え下りやけど上りか、うん、上りの瀬戸シャワーしてから野菜ラーメン食べてん、やっぱ野菜干してたんですか。野菜を干してた体が。やっぱちょっと悪いね。今肉を入れた。ね、肉入れた。もう野菜肉、もうこれで痩せへんわけがない。あれですね、整ってますね、それもね。うん。やっぱりな、年いったら、うん、あんまり糖分取らん方がいい。うん。ご飯食べん方がいい。ご飯うまいじゃないですか。やっぱり肉、野菜、魚、これや。ロクさん好きな何かあるんですか。好きな食べ物。食べ物ですか。はい。サーモンがあれば何でもいいです。おお、サーモン。うん。お前週替わりでサーモン食べとった。ロクさん、僕もサーモン好きですけど、信州サーモンって食べたことあります？いや、ないです。またなんか別格らしい。これはお得さんしかないです。たこ焼きまだ余ってるの食べてな、たこ焼き。なにそれ。俺、明石焼きもらうな。わからんけど。今、わからんかったから。オランドさんとか、なんか外国。ノルウェーさんとかね。ありますね。あと、早坂さんとか。早坂。高坂、え、早坂さん？早坂さんは吉江さんですね。違います。違いますか。いや、あの早坂さんはほんまやったらあれ佐田さんでしたっけ？にもあるんですけども、うん、早坂さん、そうです、早坂さん。早坂さんで佐田さんの早坂さん。そう、カツオ君の友達で早坂さん。あの俺の昔取った会社の会社の人の名前。もう早坂さん。あ、そうなんです。です。何個前の会社ですか？うん、4つ前。おまけに結構ね、うん、あの。いろいろ言ってるんです。言ってるんです、ね。経験です。それも早坂さんという名前の430ですね。経験値が高いほど能力が高くなるんで、ね、しとった。そうなんですか。やっぱり能力が経験値やからな。まあ確かにね、本当に経験って大事ですね。うん、ほんまに一回でも経験しとったら、はい、絶対経験、その経験は役に立つ時があんねん、うんうん。こんな荷物絶対触ることないやなって思っても、うんうん、ふっとな、あん時やったわっていうのと繋ぎ合わせて点と点が線になんねん。点と点が線になんねん。発音当てる。点と点が点になんねん。え、あっこっち点と点が線になんねん。もう、まあ、その話も僕は一応あんまほとんど聞いてないです。ロクさんのそのなんかはぁーって、うん、俺もちょっとポンポンポッパーンってなって、そっちの顔の方にちょっと、うん、集中してしまいました。線だろうが点だろうがね、点だら点だら点だら知らんやろ。何ですか、教えてもらいますか。教えません。僕たこ焼き食べていいですか。食べてください。もうお腹いっぱい、俺晩飯食べんだよ。やっぱりそうなりますよね。もう食べへん。やっぱり食べよ、たこ焼き。いや僕食べますけど。どこ映してんのさっきから。もう俺映ってんの。こうです。映ってんの。映ってんの。これすごいですね、広角って。羨ましいです。僕こうしてこうして、広角のの広角。そう、この広角。あの顔持ってないの。はい、いや持ってます。成分ですけど持ってるんですけど、もうめっちゃ破格値で売ったった。なんか1万とか1万破格値で売ったったのに、うん、僕はこんなのは使いません、うん、はみたいな。マジで、もう僕は GoPro を使う資格なんてないんです。どんな資格ない。あるんですよ、 GoPro。 これ免許制ですもん。どんな免許。ほんまに、もう僕には GoPro は使いません。なんかなんか使っていいよって。ほんなら1万円で買い取るわって言ったら、うん、いやそれは返しません。いつか思ってます。なんか使える時があったらしいです。今です。今ですか。これ僕の GoPro ですよ。今です。ちょ、でもご飯食べるの。ほんまに食べるのか。どっか食べないですか。まあでも俺今日は10時ぐらいまで走るやろ。でも僕は多分正確に言ったら多分9時までになると思います。9時から出たんじゃん。うん、6、7、8、9、10時行けます。10時まで行けるけど、今から10時まで走ったら止めるとこまあないで。ないっすね。でも行けるとこまで行こうか。それが男や。なんか今かっこよかったですね。あれこれ何。それが男や。あ、これ、あ、牛串か。今日宝塚で俺めっちゃお金使った。使いましたね。やばいっすね、あそこ4000円ぐらい使った。
あ、だってあれですもんね、宝塚喜ばせたいですもんね。あ、じゃあ何でしたっけ、盛り上げたいでしたっけ、名前変えんなよ。宝塚喜び組じゃなかったしたっけ。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。おにゃんこクラブみたいな、はい、後ろ髪引かれたいみたいな感じ、かわいい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。じゃあ今日は宝塚サービスエリアからでした。おーい、バイバイ。ポンポダッカでした。バイバイ。ポンポダッカ、田中坊、ポンポロクでした。はーい、ロクさん。じゃあ皆さんありがとうございます。ごちそうさまでした。中さんごちそうさまです。いい、全然。ありがとうございます。はい。これ、台拭き、どっかで帰れるのかな。これ、ちょっと拭いときたいですね。うん。なんかみんな、キョットーンとしてません。オッケーです。もうオッケーなんか。オッケーらしいです。行きましょう。でも、ではでは。トイレットペーパー取ってくるか。はい。なんか。ここに、ゴミ。あ、あ、だからでもあっちにもありません。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。もう寝ようか。あとは走るだけです。そうなんですよ。もうこう止まりたくなりましたね。もう寝ようか。さっきも言うだよな。絶対言うのだ。地獄絵図やったで。行けもう、じゃあ行けど地獄、行かずも地獄ですね。うまいこと言うよ。トラックどこ行った？うわ、早い早い、せっかく走ったのに僕が走ったから何かな、俺。はい、じゃあ今日は、いやいや、今日は幸せな時間でしたね。ええー、全然全然徹底的に、あの、はいはい、映さなかったですね。全然全然徹底的に映してないですね。いろんな意味で映してないです。はい、はい、じゃあ、今日ね、ロクさんと動画撮ったんですけど、はい、僕と田中坊のトラックをロクさんの方の YouTube で上げてもらうんで、またよかったらみんなロクさんの YouTube 見てください。イエーイ、よろしくお願いします。僕らはロクさんのみんな見慣れたトラックを撮影しましたな。はい、じゃあほんなら行こうか。じゃあロクさんありがとう。ありがとうございました。なんか喋っとったり、なんか言ってましたね。なんかブツブツ言ってました。ロクさんもなんか言ってくれてました。ありがとうございました。ロクさん、僕と田中も先に出ていくから、はい、出てください。はい、押さえてください。ありがとうございました。今日はゴープロで自宅になった。え、ゴブロンで自宅だった。いや、ありますよ。あんの、はい、先は消えたんやから。ありがとうございました。どこのメーカー。はい、ありがとうございました。どこのメーカーの携帯。じゃあ、ロクさんも行こうか。はい、ロクさんまた、後から。ちょ、待って、展開が早い。なんであれしましょう。はい、はい、何ややこしいな。今からランデブーするんですよね。もうロクさんはもうあれやね、もうまくっていくと思う。あ、そうや。はい、はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。はい、バイバーイ。バイバーイ。はい、入ってる？田中も入ってる。はい、ありがとうございました。ロックさんのトラック初めて見ました。はい、田中坊です。ロックさんのトラック、はい、バイバイ。でかい。ありがとうございました。はい、ちょっと